ジオレートヤスのイケメントークイエイ。いやけどヤスおらんねんけどね今日。あ、今日うん、今日ああ、今日安休みやねんけどね。なんか久々やな、ナイトチューブ。うん、ナイトチューブ久々し、ね、な気する。俺2週間ぐらい来てなかったかな。なんで？鼻整形してた。あ、それ言っていいんかな、うん、全国方法、うん、俺出れてないんでって誰？まずコメント。あ、なんか2人初めて。なんか背景悪ない、これ大丈夫？うん、いける？いや、まあ大して、うん、あれじゃない。ケンピ久しぶり、久しぶりです。まあ、あの、あれやんね。俺、まあ昨日おとついクリスマスやったのかな。あ、そっか。うん、ご来店いただいた皆さんありがとうございました。ありがとう。いや、クリスマスの思い出ってある、レイチェル？俺さ、俺レイチェルと一緒にいる時のクリスマスの思い出あんねんか。何？3年前ぐらいかな、大阪のさ、うん、南のドン・キホーテの横歩いててさ知ってるクリスマスに火が流行ったおっさんがさ、何やろう思ってさ、薬いるかってやつ。そう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 、お兄さん薬しいひんかって売られそうになったやん。うん、なんも火が流行したサンタでもいらんわな、そんなプレゼントもらったって言うんじゃん。俺昨日自転車乗られへんのに自転車当たってんけど。あー、なんか当たってたね、ビンゴ大会。うちの代表にあげたけど。ビンゴ大会の景品。あと体重計当たったよ。痩せろってこと？うん、今日は後半はね、有馬記念の予想番組するんでね、皆様。俺らギリギリは決して競馬に行ってたからじゃないよな。うん。俺、さっき1分前に来たんですよ。今、走ってきたね。うん、今汗だくっすね。完全に汗だく。いや、今日はね、特別ゲストの、オーナーと、代表が出るかもしれんしね。年末最後のオーナー、うん、オーナー張り切ってちょっと有馬記念予想してたもんね。うん、オーナーは予想してね、俺らも予想したけどね。もう今日出てないやつ、昨日バスタオル当たってたよな。え、ああ、ビンゴ大会。うん、一番使ってるバスタオルで。いや、ほんまにやば。今さ、走りすぎてさ、うん、汗ダクダク、もうマジで。あ、それ汗？うん、汗。いやいや、ちゃうやん、これ濡れとるやつはちゃうわ、ムースや。やばないこれ、うん、今回最後よこれ、一応、うん、一応今年最後よこれ。いや、今年最後やしね。いや、いや、予想する？大丈夫、出るっすよ。いや、競馬予想は、あ、後半でいいの？いや、後半でもいいけど、まあ別に今行ってもいいんちゃう。今から行く？今年最後やね。どんな年やったんやろうね。いや、今年、まあまあ、いろいろあれやったんじゃ、レイチェルからしたら東京来て、みたいな感じだし。なかなか売れんな、東京来て。いや、しんどい。東京、難しい。もっと簡単やと思ったけど、やっぱしんどいね。顔の問題かな。いや、顔イケメンやろ。っていうか、近い、さっきから。なんでこんな近い？うん。寂しいね。いらんいらんいらん。だん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 、俺、熱い言うてんの。足当てんのやめてくれるかな、ほんま。ちょ、俺、鼻いいたんちょ、これ、どう？みんな、いい？いいっておかしいな。ウケる？ウケる？いやいや、ウケる、ハルさんちゃん、これ。ほんまやん。絶対ハルさんやん、これ。東京来て楽しい。ああ、どうやろう。いや、東京楽しいよ。え、ケンちゃんは1年ぐらい？ 1 年ぐらい。もう東京来て1年ぐらい当たった。楽しいかな。楽しいっていうか、うん、シビアやね、東京の方が。うん、なんか何にしても。大阪と東京どっちが好き？俺は東京が好きかな。うん。大阪もいいとこいっぱいあんねんけどな。うん、大阪ね。うん。たこ焼きが美味しいぐらいじゃん。鼻どうしたの？鼻整形したんですよ。入れ替えた。だから2週間休んでたよね。シビア、うん、マゾ。どうしようかな、競馬予想を始めていく。競馬予想、まあ明日もう買ってきたんやけどね。うん、俺らもう買ってきたしね。有馬記念の予想していく。そうそう、もう今年だって2回やったけど1回外れて中止になったんか、この企画。1回外れたから、うん、1回外れて中止になったけど、1回はレイチェルの予想に乗ってたら20万ぐらい買ってたんやろ。そうですね、1万円が20万になってたって。今年はみんな乗るか。ん？最後やし乗るよね、みたいな。いやいや、レイチェルのさ、やっぱまあお客さんとかもさ、やっぱ、レイ君ってなるから、みんな買ってんのかなと思って、もうあれだけで、5人買ってたら100万あるからと思ってたら、誰も買ってんかったよな。うん、誰も買ってんかったよ。5人買ってたら100万やったのにね。うん、ほんまやで。じゃあやる？いや、ケバヤクさん、まだいいんちゃう？まだいいか。いや、イワシもいいけど、どっちもいいけど。
いやーねー、俺とケンジのトークで30分持つかな。いや持たへんやろまあ持たせようか、持たせようか、うん、最後のだって競馬なんか何時間あっても足りんからね、正月どう過ごす、はい、うん、実家帰るかな。いやどこやったっけあんた、えあんたどこやったっけ。いや言わへんよあ、言わへんの、うん、言わへん別に知ったところで何もないねんけど、うん、俺徳島ですよ、徳島、あの四国です。実家はね、いや100万も100万も特別、え、うん、そうやね、特別ゲストのオーナー呼ぶ。いや早ない、早い、うん、まだちょっと後半から、後半からですよ、久々やから俺も、うん、ちょっと喋りたいや、できるだけさ、二人には死んといてほしくなかったんやけど、今二人っていうのがちょっと辛いねんけど、ほんま、まあ大丈夫よ、うんうん、明日みんな1番買おう、オーシャンブルーっていうの買おう、こしたら100万になるで1万が、へえ、絶対買わんやろ、締め日逆転できるかもしらんで、いやいや待て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 、オーシャンブルーがオーシャンブルー、うん、絶対買うことないよね。いやー分からんよ、体重何キロ、僕今で54キロぐらいかな。来年の抱負とかね、いいね、軽いな、いいね、来年の抱負54って嘘つけってバレた、64ぐらいですね、来年ね、来年の抱負ね、来年何しようか。いや来年抱負とりあえずあれちゃう、太すぎてしまわない、まあフェスタ歌舞伎町で有名にすることちゃう、せやね、うん、まあ俺らが頑張らない無理やろうけどね、フェスタ、うん、目標、いや目標はもうこれ、うん、やすコメントで参加します。いやいや、コメントで参加しんのお前来いよって感じだしな。びっくりしたマジで。なんか最近2人が揃うことないんじゃん。誰やすと俺。そうやね。なんか50キロ台と俺そうだよねって。そうなんですよね。てかさ、最近さボーリングのしすぎでさ、腕も足もめっちゃ痛いねんけど。やばボーリングできるん。いやあんまできん。ね。てか今従業員みんなさ走ってるん。うん。今日も走る、明日も走る、ちゃうちゃう、馬辛いけど今日絶好調やったよな、ケンちゃん、絶好調ちゃうわ、絶好調ちゃうわ、別に。いや、ケンジでもさ、フェスタグループ店ですよ、大阪のオールってとこのグループですね、ケンピもレース、あ、もちろんもちろん、シーヒンは、だって仕事中より今日真面目な顔してなかった、なんで新聞見てる時の顔、待って待って、あれをタイムラインに更新するのやめてくれへんから俺ちょっとびっくりしたわ、ほんま引いたわ、上から撮られてる人の写真上から撮る人見たことないよ、ほんま。何の話、ああ今日競馬行ってたんだね、競馬、年明けいつから、ケンちゃんで好きな馬おるん、ん好きな馬おるん、あ好きな馬、俺好き、昔の馬とかやったらいっぱいいた、昔の馬、あのサイレンス鈴鹿って馬とジャスターウェイ、じゃあルーラシップ。あでもなんか、うん、あの視聴者あんまり求めてへんかったわ、それなんで求めてへんかったよ。いやいや、なんかもう馬の話ばっかりやん、これ。そうね。うん。馬の話ばっかり。いや。じゃあね、とりあえずレイチェルの来年の方を言ってもらいましょうか。俺？うん。何しようかな、31になるしね、来年。おっさんやけど。うん。来年の抱負。そうやね。2億円プレイヤーになりたいな。うん。うん、なんか奥の男ってあったやん、うん、いっぱい書いてるよね、なんかね、奥の男って、俺も奥がいい、うん、ていうかレイチェルってさ、うん、誰に憧れてホストしたとかないの。あー一条誠だから一条やもん。あーそういうこと、あー言うてたもんね、それすごい人やったもんね、昔さ、めっちゃ有名やん、東京で有名な人おるん。何がなんか東京で一条って言ったら有名な人おるかも。いやそれ一条霊になってほしいけどな。あ一条誠ね、一条誠っめっちゃ男前じゃないあの人。いやいやだってもうファッションセンスも一条誠そっくりやもんね。あの人何回かお店行かしてもらったけど、うん、かっこいいやっぱり。いやすごいね、だってレイチェルが人のことを認めてんの珍しいもんね。あの人ぐらいじゃほんま男前やな思ったら、うん、1億はいけるんだよ。1億難しいな。宝くじ買おうか。うん、いやいや待って待って待って、仕事じゃなくて、仕事じゃなくて、仕事じゃなくて宝くじで言うよ。もうやばいやん。じゃあケンジの好きな人おるん、憧れてる人。憧れてる人俺。いや俺あの小屋直人って人、あ違う神谷直人、間違った。あ、おったね、うん、あ男前もんね、うん、イケメン、イケメンよね、うん、給料上がるかな。いや2%ぐらい上がる。2%ぐらい上がる、2%ぐらい、うん、
親直人ハテナって言われてハテナってされてめっちゃおもろい。いや、うちのオーナーですね。うちのオーナー、はい、一つしか変わらんのよ、オーナーと俺、うん、けどすごいよね、うちのオーナーすごいよ。そんなに差ある？ん？中身的に差がない、うん、うちのオーナーね、東京来たら毎日、大阪はやっぱ従業員も多いし、結構やっぱ売り上げも上がってるしあれやけど、東京来たらすることないんか知らんけど、下の子と一緒に掃除から始めた。お年玉もらう方。誰が誰が？いや、お年玉もらう方やって。いや、もう俺らがもらう方やったらやばない。いや、欲しいよね、お年玉はいつが来ても。ん？俺あげたよね、一回現在のお年玉、昔、うん、いや、一回あげて。ヘルプでしょ、みたいな。いや、あん時は、あん時はさ、レイテルホスト歴何年？僕、4年か5年ぐらいやってるっすね。レイテルホスト歴5年ぐらいかな。どれぐらいあげた？1万しかあげてない気がする。せいで、あれ、あげたっていうかさ、ヘルプ賞やから別にあんま関係なかったけどかな、ほんまに。そうやね、うん、せやね。1万か、うん、ちょっと少なかった。ほんまもっと欲しいやろ、わかるわ。いや、十分でしょって。コメントの仕方がもうちょうどいいよね。うん、今日なんかコメント多いね。うん、いや、やっぱヘルプ賞で1万、俺出てるから、ね、少ないよね。ん？俺出てるからコメント多いかな。いや、なんその自信過剰な感じ。でもなんか近いってだんだん近いってことやめてって、さっきから何回ももう不安やもん。俺さ、だんだんこっち側に移動していってんのにさ、なんでこんな足ばっかりさってくの。コメント拾ってあげても喋ってばっかり。ホストになる前はニートですね、俺デブやったもん。マジでびっくりする、マジで興奮。俺だってさ、これ自分の目の前のうちにやったんですよ。なんでこんな離れていってんの。分かった、仲いいアピールするなってことやる。えニート、確かに。ホストする前何？え、あれ、いや、ホストする前って何もしてへん。ニートっていうか、だってもうホストする前17歳やったもん。俺モーターやったわ、モーニング娘。オタクやったわ。モーニング娘。言ってたね。かけられへんのかな。てかさ、その帽子買ったん？うん、みことで散々ドクロ禁止って言ってるのにさ、自分ドクロかぶってるで。違うね、これ試着せずに買った。いやいや、やばい。俺試着せずに今日買って、これ、うん、今日出ないよ、この間買って。俺今日初めて来たよ、整形終わってちゃんとパッてかぶったらさ、うん、やばない？みことに散々ドクロはもう禁止や言うてさ、びっくりした、自分ドクロかぶってんの。いやドクロは映画な、別に。いや、やばい。ドクロいいよね、ドクロいいよ。視聴者も多分ドクロは好きよ。いや、けどミコト、あげてる方がいいんかな。ミコトってちょっと面白いよね。大阪がちょっと今度、来年はね、出さなあかんね。ミコトが面白いやつ、うん、めっちゃ面白い。なんかおしゃれな服着てるなぁ思ったら、意味調べたら金利って書いてあったもんね、一回。ファンダメンタル、うん、なんかやってほしいことないんかな、今年最後やから、みんな。いや、有馬記念の予想じゃ。やっぱみんなお正月、お年玉計画で。あ、そうやね。うん、有馬記念の予想。まあ俺らに乗って当たるか当たらへんか言うたら多分当たらんと思うけど。有馬記念の予想して、オーシャンブルーやってたから。1番が100万になるんすよ、みんな。うん、確かに。はよ。1番が100万、うん。オーシャンブルー。1枠1番。なあ、生放送でさ、そんな嘘言うのやめてくれへんかな。自分絶対買わへんやん。いや、一応買ったよ。え、いや、副賞で1000円ぐらいよ。単勝。1万が100万になるんですよ、ほんまに。びっくりするよ、ほんまに。どうする、乗らんでいいの。俺、こないだ1回当たったよ、この番組で。いや、俺、今日一緒にさ、競馬行っててさ、一緒に行って、散々、この馬は乗った方がいいって、いや、全く来へんやん。基本、ベベぐらいに乗ったよ、ほんまに。俺、ケンジが来てから今日外れたもん、全部。俺、ケンジ来る前、ずっと当たってたの。俺のせい？違うか、でも今日買ったやろ。今日ちょいプラやろ。うん、ちょいプラぐらいちゃうかな。競馬以外に何が好きなんやろ。俺、競馬以外何してるやろ。あんましへんかな。女の子好きやん、あなた。うん、女の子大好きやん。女の子いや、女の子好きじゃなかった。ホストしてへんやん。まあ確かに、うん、あんましない。競馬場の匂い強そう。あ、でもうんちする馬ってあかんよね。いやそれ、言って、競馬でさやってたね。そうそう、レース走る前にうんちする馬、緊張感がないんやろ。そう、緊張感がないし、あかんって思ってたら、凱旋門かなんか、時ね、余裕で一着やったな。ダントしてたね。大丈夫、どんなホストになりたい。うん、板ホストになろうかな。まあ、とりあえず、
後半有馬の予想しようか、うん、予想するんで楽しみにしててください。それではチームお願いします。いや、後半あれなんですけど、今完全に僕は有馬記念の予想してるんですけど、まあ本命、僕の本命12番のリアファールっていうやつからの馬タンで、馬タン。なんか、オーナーがどうしても出たい言うてる、あるけど。あ、ほんま？うん。オーナー出てもらう？絶対、望んでるよね、みんな。うん。オーナーが出てほしいよね。俺も出てほしい。4で明日当たったら締め日間に合うからね。意外に聞いてるけんちゃん、うん、聞いてる聞いてんねんけど今必死やねん。888え出るの出よ出よ目心これ、うん、これをケンジ当たらんからね、まあ、年末やし今ですか。今は2000かける明日の有馬記念の予想してる。5のマルチ当たる当たらん計2万これ俺の予想。はい、これ見て俺の予想。はい、けんちゃんね、これ見て。12番リアファルからの馬タン、12から4、9、11、13、15の2000出るペンないの。これですよ、これ。おお、わかります。これどれどれどれ、これ100万当たったら100万使おう。おー、いいね。そうしましょう。これ何もつくか分からんけど、まあまあつくと思うで。俺当たったからね、この間。これ何倍やったから13万。あールージュバックね、いいね。最強品馬これ、僕のやつで、多分全然分からん。とりあえず12番が1着か2着に来た当たりってこと。ほら12から4、9、11、13、15。よし、はい、じゃあ俺ね、うん、これカクテルの名前から来てるらしいね。何この馬、ルージュバックっていうのね。あー、見えるかな。牝馬やし強いね。あれ、こうか、こう、はい、ルージュバックね。じゃあジェンタル4着じゃジェントルねジェンティルか、ジェンティルが6着じゃんのやつやろそれ。いやルージュバックほんまに強いから、うん、多分足をするんちゃうかな。今日の戸崎下手くそやったけど、ルージュバックって覚えやすくない、うん、ルージュバック。まあまあまあ、けどうちのオーナー何勝てたっけ。うちのオーナーちょっと読んでみる。うちのオーナー、あ、うちのオーナーにも予想してもらおうか。あ、そうやね、うん、オーナー予想だけお願いしていいっすか。ほな、予想だけ。予想だけ。競馬予想だけお願いしていいですか。予想だけちょっと。いや、やっぱ僕らよりね、やっぱり予想って大事なんでね。すごいでも嫌だな。いや、うちのグループの、うちの、一番偉いさん。ここに見えるわけね。あ、この人、うちのグループのオーナーです。よし。イケメンやな、はい、こう見たら。うちのオーナーの、予想してまいりましょうか。オーナーちなみに4年間当たってないからね。そう2年や2年エイシンフラッシュから。あ、オーナー一番イケメンできてるんですよ。イケメン、あ、ありがたいね。
オーナーイケメン来てる。ありがたいね、そういうコメントがね。なんかめっちゃオーナーだけ光ってない？え、なんか、なんかずるない？よし、俺何番だったっけな。え、一番イケメンやん。あ、これオーナーにもあだ名つけて。オーナーにもあだ名。俺ケンピン。いや、まだケンピンやったらいいよね。ヒヒンって言われてたしね。いいね。うん。これオーナーなの。待って、どうやってやるの。何でしたっけ。オーナーしでしょ。オーナーのガチ予想やからね、これ。まあね、みんな俺にね、オーナーって席作る。オーナーイケメン作ってよ。いや、オーナー見に来てくれても全然ついてくれるんでね。ね、これでこういうことやね。あ、そうっす。あ、そうっすね。1000円かける。1000円かける1万円。ちょっと違うね。いやー、これ総流し、うん、いいね。3連服総流しですね。でも明日ウィンズでこれ見れないらしい、ね。じゃあ予想いきます。はい、オーナーの予想。2年間当たってないオーナーの予想。はい、うん、まあ一つ言うけど、ほんま2年間当たってないからね。見たことがない1回しか。予想いきます。これですね、4番11番の総流し。こっからこっからの総流しね、3連服、はい、4って何でしたっけ。ラスト今、あ、違う、4が、ラブリーデー、ラブリーデー、11が、11が北サンブラック、うんうん、11、北島三郎の馬ね、また買ったら祭り歌うみたいな。なんかフルコーラスで歌うらしいよ、買ったら。あ、そうなん。祭りを前の時なんかフルコーラスじゃなかったけど歌ってたもんね。オーナーでも若干ルージュバック入れてたっしょ、うん、ワイドでね。ワイドでそれお前言うなよ。それ言うなよ。若干乗られてるし。え、ほんまに。ちょっと俺緊張してきたわ。2年じゃない。え、2年っすか、オーナー当たってんの。4年ぐらいちゃうんすか、当たってないの。いやだよね、2年間当たってないから、はい、俺の予想外してくれたら当たる、当たる可能性がある。ちょっと上がるよね。いや2年当たってないから、ね、いや俺もこれ1年間当たんなかったんですよ。あ、1年間当たんなくて、この間パッとやったら20万ぐらい取ったもんね。あ、なるほどね。だからもしかしたらこれあるかもしれない、ね、あるかもしれない。あ、逆にね、逆にこういうのあるかもしれないですね、うん、俺競馬もう何やろ、小学校ぐらいからやってた。うん、最高当たった金額、うん、あんまり生放送では言いたくない金額なんでやめときますね、それは。もうこの間ケンちゃんチャリンチャリンって出てきてたよ。500円が。ああ、こないだ当たった時。いや俺ほんま12レース買って当たったん3000円くらい。3000円やって3000円、びっくりした、ほんまに。え、いくらですか最高。最高31万円。何ですか、AC フラッシュですか。 AC フラッシュ。あ、それ見ただけや1回、うん、あれが2年前やからね。ミルコ・デブロのやつですか。ダービー、ダービーね、内田博士のやつよ、うん、あれから当たったないわ、うん、俺でもこの間の湘南パンドラが最高かな。やらない方がいい。100万ぐらい。やらない方がいい。んオーナーおいくつですか。オーナーおいくつですか。32歳です。31歳やね、今ね。31歳ですね、うん、そう、オーナーイケメンでしょ。なんか全然指名できるしね、うん、支部って出てくれなかったんですよ、ずっと。だから僕さすがにもう統括と2人やったら、もうレイチェルと2人やったらちょっとやばいなと思って、今日はさすがに。そう、なんか、うん、あれやわ、出方問題あるわ。まだ人数少ないから俺が出るみたいな、ほんまやめてほしい。いやいやいや、出てください。ちゃんとしてほしい。今日ずっとスタンバってましたよ、うん、そこで。今日いつも行けるやんけ。いつも見に来てるから、うん、でも終わった後にいつも俺今日出してほしかったわ言ってるもんな、うん、皆さんオーナーずっと出てほしいですか。出てほしい。あ、じゃあアンケート取りますわ。ずっと出てほしいか出てほしい、まあ、月で言ったら2回は出れるもんね、うん、月2回出てほしいか出てほしくないか。いや、まあ出てほしいやろね、これアンケート取っても出てほしいってなるから、これそうやね、うん、じゃあ誰の予想乗るかにする。あ、違う、いいやん。3人の中で付き合うかとしたら誰か、うん、顔とかやめようや、俺だけ31歳や。いや、これ多分 100% 俺負けるかもしれんけど、まあいいかな。まあなんかこういうのが嫌だえ。なんかもうこういうの、いやいや、セーターの中に、いや、ドクロのハットだけはやめてほしいわ。俺ほんまに、俺もミスって時間なかったんで、ほんとに。はい、あ、この中で彼氏にしたい。あ、彼氏にしたいと。彼氏ね、はい、彼氏にしたいな。指名したいじゃないやね、はい、彼氏プレイヤーじゃないからね。そうそうそう、なんかそういうのは嫌やね。正直プレイヤーされたら多分俺は誰も勝てへんよね。そう、彼氏にするならね、はい、あ、彼氏にするならね、うん、こんなんもできんねんね。彼氏にするなら、いや、そんなん選ぶ形式、これえ選ぶ形式。そうなんです、今アンケート取ってはるんで出てくるんですよ。彼氏にしたい、
え、出てるこれ。いや、アンケート、いや、今集計中です。向こうで集計してあるんで、まあ集計してもらってね。彼氏にしたいの。彼氏だからね、いや、これ指名したいとかやめたら。これもう彼氏にしたいならじゃあどこデート連れて行きたいの。アピールポイントね。どこデート連れて行きたいの。アピールアピールポイント。ケンジから言って。僕からですか。うん、デート行くんやろ。デート行くんやったらどこやろうな。僕なんか東京とかまだ全然行ったことないし、この時期やったけど、やっぱりまあ普通に読売ランドとか、まあイルミネーションあるとことか行きたいなと思うんですけどね。イルミネーションみたいな。いや、なんかさ、2人揃ってさ、お前がそんな回答すんなよぐらいの感じで来られたんやけど、俺どうしたらいいか分からへんねんな。どこ行きたいやろ。そうだね、東京とかやったらどこがいいんやろね。俺あれだね、ディズニーランド。いやいや、ベタで来たっすよ、ね、僕それ言おうかないんだけど、やめたんすよ。7年ぐらい、もう7年ぐらい行ってないから、うん、もうそろそろね、7年のこう、ね、どこがいいんやろね。なんか東京競馬場とか行きたいですけどね。いやいや、そう、また競馬で行こう。なんかカップル多ない、うん、だって多いですよ、カップル。スカイツリー行ったことないよ、うん、お前が 東京競馬場でだいぶ下がったで、パーセンテージ、うん、みんなそんな興味ないからそんなでもめっちゃご飯屋さんとかあるんですよ、結構綺麗なイルミネーションもあるし、うん、デートで東京競馬場そんな語る人いる？びっくりした今ディズニー行けるんだ、うん、デートで競馬場、ああ分かってへんよね、デートの競馬場の良さ、うん、馬の匂いなんかするせえへんよね。しないですね、うん、ケンジたまにするね、うん、馬の匂いあーピールポイント下がる。おでやね、一人しかやってない、一人しかちゃんとやってないとかじゃないの。女のお客さんちゃうの、俺絶対女のお客さんちゃうね、うん、これちょっとやられたね、これ逆に恥ずかしいわ。これやらせやね。あ、ちょっとほんま、これやらせ。どうしよう、ん、今年終わりかな。今年終わりやしね、絶対フェスタ来年も、来年もっともっともっと盛り上げたいしね、うん、やっぱこうやってみんなが見て、やっぱ一回でもね見に来てくれるような企画とか立てていくんで、来年もよろしくお願いします。お願いしますよ、ね。まあ、あと広告とね、はい、まあ、あ告知とね、はい、あとこの後反省があるからね、はい、ちょっととりあえず告知をね、最後バシッとやって、ね、まあ、あと年末、まあ、3日間、今日入れて3日間かな、うん、3日間の営業やし、まあこうやって見てくれてる皆さん、よかったら来てください。んでナイトチューブ見たで、先着3名様初回無料なんで、外れたら足は鼻を折ってくれていいから。いやいや、もうあかんやろそれじゃあ来年もよろしくお願いします。またね、良いお年を。メリークリスマス。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。